微前市は岡山県南東部にある市、東部は兵庫県に隣接する。微前焼と大火レンガと漁業の町である。市の中心部は片上地区で、ここに行政の中心がある。また、伊部地区に微前焼の作家、陶芸店が集中している。岡山県南部で最も人口減少が進んでいる。山の中に平野が入り組んでいるので大きい平野がない。 市役所の所在する片上地区の空中写真。片上湾が深く入り込む。2015年5月1日撮影の12枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。瀬戸内海に面し、海岸線が入り組んでおり、瀬戸内海国立公園の一部をなす。また、市の中心地、片上地区に、 片上湾が入り込んでいる。南東部、日清地区には、当初が点在する。全体的には、平坦な場所が少なく丘陵地帯をなし、自然体の8割ほどを山林が占める。北東部の吉永地区は、標高300から500メートルの高原地帯となっている。市の南西端が、岡山平野の最東端にあたりわずかに平野が明け、最西端を吉井川が、 北から南へと流れている。鉄分を含んだ良質の粘土を産し、昔から製党が盛んであった。また、三井市地区、吉永地区では、老石の採掘も盛んである。突起なき場合、日本の歴代市長、市政志向100年の歩みなどによる、定数16人備前片上駅、伊部駅また市域を、山陽新幹線が通過するが、駅はない市外局番は、 0869となっている。なお、以前は赤岩市の08699は同一区域扱いとなっていたが、2008年3月1日0時10分より、赤岩市の市外局番統一化により、旧熊山町区域が以前 MA より離脱した。郵便物の周配は以下の郵便局が行っている。合併に伴い、地名は以下の通り変更された。 ありがとうございます。